閲覧注意。今世界では新型呪霊ウイルスが流行っているね。みんな手洗いうがいはしっかりして備えようね。そんな中、今日の授業は本誌174話、仙台コロニー1、強敵ひしめく仙台コロニーで乙骨物語が展開。ごっとの戦闘が開始した。今回ごっが苦手な生徒は早退を許可するよ。最新174話、そして映画呪術廻戦ゼロの内容も含むから、まだ見ていないネタバレが嫌な生徒は今すぐジャンプを買って映画館に駆け込むように。そろそろ100億円を突破してもおかしくないんだが、公式の発表はまだだね。突破した日には呪術廻戦ゼロをより楽しむための動画を投稿するから、生徒のみんなも来てね。さて、今日の時間割はこんな感じだ。それではお集まりの皆様、ご一緒に授業展開。前回173話では東京第一コロニーの戦闘が全て終了。しかしレミは記憶の中の積み木、さらに天使クルスハナも登場する衝撃展開。ヒグルマはどうなったか、ハゼノキ、高場はまだまだ謎を残したまま、舞台は仙台へ。仙台は一言で言うと魔境。ドルーブ・ラクダワラ、ウロタカコ、石郷リリュウ、そして G、クロウルシ、多くのポイントを所有する4人の特級レベルのプレイヤーによる均衡状態。強敵ひしめく仙台コロニー。そこに現代の特級術師サトルに次ぐ異能、乙骨ユータが舞い降りる。仙台コロニーの4強の一人、91点を持つドルーブ・ラクダワラを倒した乙骨。戦闘シーンは全く描かれなかったことから、瞬殺だったのかな。2度目の受肉、自立型の2種の式神、そしてその式神の奇跡を自らの領域とする、そんなご丁寧な説明をされていたにもかかわらず、一瞬の退場。乙骨の強さを表すかませになってしまったね。個人的には一番見たかったキャラでもあるけど、さすが理科を失って3ヶ月で特級に返り咲いただけはある。この様子を見ていた実力者2人、ウロタカコ、そして石郷里龍。ここについてはおさらいしておこう。呪霊操術極の番板垣、ウロタカコは70点を持っており、空を操る術式らしいが、詳しいことはよくわかっていない。空に浮かんでおり、身につけている服の部分が透明につけて向こう側が見える塔になっている。そして石郷里龍は77点の持ち主、プレイヤーナンバーワンの呪力出力を誇る大砲。リーゼントヘッドから見て現代の術師だろうか。ちなみに呪力出力と呪力量は違うから、どちらが強いかはまだわからない。出力とは蛇口の口の広さであり、呪力量は水の量と考えるのが自然かな。この二人が今後どう関わっていくかも見物だね。石郷里は小金を呼び出し、1分以内にポイントに動きがあったプレイヤーを検索。はーい、かしこまりと、なんともギャルギャルしい小金が出現。特別仕様の小金だ、この男。ひょっとしてギャルが好きなのかな。ウロも同じようにドゥルーブを倒した男の名前が乙骨ユータだと知る。ドゥルーブの式神は二人にとっても厄介だったらしく、倒してくれたのは良かったが、この問題が二人の頭を悩ませる。クロウルシが動く。仙台コロニーの残る4強は、特級呪霊クロウルシ、所有ポイントは54。賢者が呪霊操術の支配から外したゴキブリ呪霊で、乙骨が、ドゥルグを倒すまでは休眠中だった。ドゥルグとの相性の悪さから休眠していたらしいが、目覚める条件として、ドゥルグが倒されることが課せられていたらしい。石郷里は、面白くなるな。ウロは、最悪という正反対の態度。私も最悪だよ。なんで G の呪霊なんか存在するんだ。一度呪霊操術で刺激したということは、私の肉体でそのゴキブリを飲み込んだのか。最悪だ。場面は移り、乙骨ユータ。彼は仙台コロニー内に取り残された多くの一般市民を守って戦っていた。しかしこの一般人はなぜ佐々木さんのように結界の外に出なかったんだろうね。少し不可解だ。わかる人いるかい？本題に戻ろうか。小さな赤ん坊を含む一般市民を守りながら、結界のヘリ、つまり端っこを目指す乙骨。倒したドゥルーブが縄張りにしていたスタジアムには、呪霊はまだ集まりにくいことから、少し休憩しようとしたその時。うわぁ！こんなの即渦巻きだね。失敬、取り乱してしまった。一人の男が謎の大きな黒い鍵に追われながらこちらへ逃げてきていた。動揺する市民にスタジアムへ逃げるよう指示を出し、乙骨は男を助けようと前に出る。腕を掴んだ瞬間、男の体は黒い鍵に追われ一瞬で白骨化。そう、黒い鍵は全てゴキブリ。一気に男の体内に侵入し食いちぎられたんだ。そして男を食い尽くしたゴキブリたちは次に乙骨へと迫る。このゴキブリ、一匹一匹が呪力で強化されたゴキブリだったが、乙骨はこれを難なく振り払う。叶わないと踏んだゴキブリは標的を乙骨から市民に変え追いかけ始めた。逃げまとう市民の後を追い、ゴキブリたちが線路下の高架へ入ったその瞬間、乙骨が叫ぶ。リカ！落とせ！
みんな映画を見たかな。初恋が呪いに変わる物語のヒロイン、特級過剰怨霊、森本里香の権限だ。突然で申し訳ないが、最近このチャンネルに私はハマっている。少し見てほしい。負けちゃダメだ、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 負けちゃダメだ。お前マジで何しに来たんだ、パチンコ店によ。何がしたい、何が欲しい、何を叶えたい。パチンコで勝って働かなくても生きてていいって自信が欲しいんだ。ゆうたパチンカスレクサ。リカちゃん、僕にお金を貸して欲しいんだ。ゆうたならいいよ。いつも底なしの財力で守ってくれてありがとう。こんなニートの僕を好きになってくれてありがとう。最後にもう一度だけお金を貸してほしいんだ。その後はもう何もいらないから。僕の未来も、心も、体も、借金も、全部リカにあげる。愛してるよ。借金も全部リカにあげるほどの紐野郎で、思わず笑っちゃったよ。今日は話がそれるね。申し訳ない。またいつか乙骨ゆうたの授業も展開するから、楽しみに待っておくように。乙骨の呼びかけに反応しリカが権限。線路を墜落させ、ゴキブリたちの潰れるブチブチブチという音が響き渡る。残ったゴキブリたちは再び標的を乙骨に定め襲いかかってくるが、迫り来るゴキブリの群れに対して刀を一振り、その瞬間無数のゴキブリの群れを全て消し飛ばしてしまった。市民を誰一人怪我させずにゴキブリを倒していく乙骨、さすが特級だね。しかしこのリカについてやはり謎が残っている。簡単に言うと、リカは乙骨ユータに問いついた暴走する呪霊怨霊だったんだが、過去に解除に成功している。つまりもうリカを呼び出せないはずなんだが扱えているんだ。リカの表記も今作からリカに変わっていることから、何かしらの方法でリカを再現しているんじゃないかな。私はリングの中に込めた呪力からリカの魂を摘出して、これは次の授業にしようかな。ここに関して何か考えがある生徒はコメント欄でぜひ発言してほしい。ともあれ、一撃でゴキブリの群れを払った乙骨、遠く離れた場所からその様子を見ていたウロと石氷もさすがに驚いた表情を見せる。当の乙骨は目の前に現れた黒漆に表情一つ変えず、小金に話しかけていた。小金、あれもプレイヤー？さすがの余裕、さすが乙骨パイセンといったところだね。ここで少し解説しておこうか。黒漆はこれまで休眠していたということに関してだ。乙骨がまだ仙台に来る前に、黒漆はドゥルーブとの相性が悪いと感じ、戦いを避けるためドゥルーブがコロニー内で生存している限り休眠することにしたんだ。しかし乙骨がドゥルーブを倒したので黒漆は目覚めたというわけさ。ドゥルーブが死んだ時、ウロと石氷が黒漆が動くと考えたのはこれがあったからなんだね。ただ黒漆の本体、千と千尋の神隠しに出てくるあの黒いやつにとても似てると先生は思ったんだけど、みんなはどうかな。乙骨ユータの目の前に現れた黒漆、休眠から覚めたばかりで飢餓状態、食欲という本能のままに乙骨を食らい尽くそうとしている。対する乙骨は慌てず、どうやって一般市民を守るかを考えていた。そんな彼の脳裏に悟りの姿が蘇る。先生に二度も親友を殺させない。そう誓った乙骨、前には戦闘モードの黒漆が生と死が混雑する魔剣乱焦刀を取り出していた。ここで今回の174話は終了だ。いよいよ仙台コロニーでの戦闘が始まる。しかし最初の相手がゴキブリだなんて気持ち悪くて、もう来週の授業を休みたい気分だよ。新キャラ3人、そして乙骨がどう関わってくるのか。今日の考察はこの3つだ。さあ行くよ。乙骨の解除から3ヶ月で特級術師に返り咲いた呪術界の逸材、特級純愛人乙骨ユータ。今回は彼の戦闘センスが冴え渡っていたね。乙骨は虎杖たちより一足先に仙台コロニーに潜入。情報発明をしていたのは覚えているかな。ちょっとここで時系列を整理しておこうか。まず10月31日に渋谷事変が勃発。翌日の11月1日に乙骨ユータが渋谷に登場。虎杖たちと天元の元へ合流したんだ。ちなみに同じ日に死滅回遊が開始。仙台コロニーで佐々木さんとメロンパンこと賢者ことケンちゃんが接触していたね。時は流れ、11月11日に東京では虎杖たちが計り禁じ星キララを説得。柏はじめがルール9プレイヤーの検索を追加した。そして翌日の11月12日に東京では虎杖、伏黒、計りパンダがそれぞれコロニーに侵入。今回乙骨がゴキブリと戦っているのはこの時点、まだ虎杖たちが火車やレジーと遭遇してない段階のだよ。ちなみに同じ日に京都ではメガネの猿によって全域が壊滅している。どうだい、整理できたかい。時系列がごちゃごちゃになるからしっかり復習しておこう。ここ並べ替え問題でテストに出るからね。今回の仙台コロニーにおける乙骨の目的は主に4つ。伏黒から提案されていたポイントの譲渡、死別回遊からの解放の2つのルール追加、そして仙台コロニーの一般市民を助けるための連絡手段の確立と、コロニーの出入り、
入り。実際はこの後、イタドリが火車のポイントを使い、ポイントの譲渡は達成されるんだけど、一人で400ポイントを取ろうとしているあたり、北骨の強さがわかるよね。ほんと、可愛くない。今回も刀の一振りで無数のゴキブリを一瞬で吹き飛ばしていた。そして、そんな北骨の相棒はリカ。というか、これリカなのか。リカが復活しないから他の式神にリカって名付けて刺激している。なんてことはないよね。ちゃんと、純愛だよね。今回から戦闘が始まった乙骨の最初の相手はなんとゴキブリ。私の呪霊操術の中にいたが、解放した一体だという。いや、私今度気持ち悪い呪霊取り込んだ覚えないんだけど。しかし、この力は特級。今回の話でも一瞬にして人を食い散らかしていた。この黒漆について考察していこう。黒漆は考えるのも嫌なゴキブリの呪霊。だから、その能力もゴキブリの生物的な強さに基づいたものだと考えられる。みんなは、ゴキブリの強さとは何かわかるかな？しぶとさ、生命力を思い浮かぶ生徒も多いだろう。他にもたくさんあるんだ。繁殖力。ゴキブリは2億5000年前から絶滅することなく生き続けている脅威の生物。その生命力も強いんだけど、まず繁殖力が桁違いだ。種類によっては違うが、卵を産む頻度は1週間から2週間に1回、さらに1回につき30から50個ほどの卵を産む。もっと驚くべきなのは、自分の死を察知すると卵を産み落とし子孫を残そうとすることだ。だから呪霊である黒漆だったら、自分が死ぬ瞬間になったら卵を産み、そこから自己再生するなんてこともあるかもしれない。生命力。次に何でも食べ、あらゆるものを自分のエネルギーに変換することができる。しかも食べ物に困ったら自分の体脂肪からエネルギーに変換することも可能だ。もしかしたら食べたそばから自分の呪力に変えているのかもしれないで、ね、そして呪力が切れても自分の脂肪を呪力として変換できるといった能力もあるかもしれない。呪力のスタミナも半端じゃなさそうだ。身体能力。そしてゴキブリの最も驚くべき力は身体能力だ。まず体は硬く、人間で例えると鎧を着ているようなもの。並大抵の衝撃は無効化してしまう。さらにその硬さを持っていながら足の速さが尋常じゃない。人間に換算すると時速300キロ、つまり新幹線に匹敵する速さで移動することができる。そして虫特有の触覚による危機察知能力。様々な強みを持っている。こんなびっくり生物がモデルな呪霊、もしそのまま特徴を引き継いでいるなら、呪力切れは起こらずあらゆる攻撃に耐え、死にそうになっても卵を産み再生するなんていう化け物かもしれない。ただ乙骨が負ける姿が想像できないんだけどね。涼しい顔をして勝ちそうだ。乙骨が苦戦する姿全く想像できないが、今後気になるのは仙台コロリーがどういう展開をするかだ。現状、仙台コロリーの4強のうち、ドゥルーブは乙骨に敗北。そして黒漆と戦闘が開始した。残る石氷とウルはどちらも乙骨の戦いを観戦しているが、今後この戦いに参加するのかしないのか、そしてその後に協力的になるのか敵対するかどうか、キーポイントだ。まず今回の戦いだが、ウルは参加しないだろう。黒漆が目覚めた時に最悪と言っていたからね。鼻から戦おうとは考えていないだろう。二人の戦闘を面白そうに眺めている石氷は、少し戦いに絡む可能性はあるね。もし石氷が興味本位で行動するようなキャラなら突っ込んできてもおかしくはない。ただ触らぬ神になんとやら面倒なことになるだろうから、どちらも参戦はしないんじゃないかな。では黒漆との戦闘が終わった後にどうなるかだ。この二人の性格や死滅回遊での目的はまだ明かされていないが、どちらも70点超えのプレイヤー。得点を集めているということは何かしらの目的はあるはずだ。共闘して乙骨を倒すか、近寄って仲間になるのか、アクションは起こるだろうね。みんなはこの後仙台コロニーがどう展開していくと思う？宿題にしておくからコメント欄で自由に考えてくれ。先週から激アツな乙骨劇場が開幕している。休止さえなければこの展開は映画公開と合わせてたと思うと、アクタミ校長、あっぱれだね。来週の授業も楽しみにしてくれ。それじゃあ、さようなら。